すぐ町を出ろ。家とか戻ったりすんなよ。桃源郷。ボロボロか。笑えるぜ。これで吹っ切れるってもんだ。ツアーの締めは桃源郷か。いいコースだな。お前さんは必ずここに来ると思ってたよ。あんた、足立、すげえよな。ネオン眩しいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。ここで何があったんだ。登場会の構想でここにダンプが突っ込んだんだよ。そっからは誰も寄りつかず、半グレのアジトに使われたり、不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。そうかい。なるほど。長かったんだな、本当に。18年って時間はよ。お前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうな。そういや、中道通りのあれは見たか。え？新カムロ署だよ。カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。産経作戦の成果に後押しされて、都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた。今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。新カムロ署はその象徴みてえなもんだ。もう俺にはどうでもいいよ、そんなもん。春日、俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。お前の登場会は消えた。今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。どうだ、俺の話を信じるか。はあ、いいタイムだ。俺の読みより全然早いな。はあ、お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。何でもお見通しみてに言うんだな。嫌みったらしくタイムまで測りやがって。少なくともお前がここに来るのは当てたろ。足立専用、あんたの狙いは何なんだい。捜査に協力してもらいたい。はあ？お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて登場会を潰し、カムロ町に近江連合を引き込んだ。ただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ。俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている。警視総監。俺の狙いはその首だ。堀之内とは因縁の中でな。だが神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。なるほど。それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。まあ、荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで登場会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。カズが、お前が今一番やりたいことは。おやっさんに会いたい。無所にいる時からずっとそうだったけどよ。とにかく会って話がしたい。だよな。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。でかい会合？ああ、親睦会といや聞こえはいいが、要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ。荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になる。あんたよくそんな情報つかめたな。刑事時代のコネを使ったんだよ。きっちり金も取られたけど。そうかい。それでその会合ってのはどこで。よくぞ聞いてくれた。
見てみろ、あの店、平安楼だ。あの店は、なんだ、行ったことあんのか。あそこは超高級店だ、えらい高えんだぞ。いや、でもおやっさんは昔約束してくれたんだ、あそこで北京ダック食おうって。荒川のおやっさんが俺を呼んでる。あ、どうした。場所がここだってこともきっと偶然じゃねえ。いや、きっと、きっとそうだ。目を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。あそこに行きゃおやっさんに会えるんだ。待てって、会合は夜になってからだ。おまけにお前、東条会の残党だって近江に面が割れてんだろ。とっ捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。策って。その時が来るまで楽しみにしてろ。なんだよ、じゃあ夜まで待つだけか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろう。一旦別れて夜またここで落ち合おう。あと、こいつ渡しとくぞ。なんだこりゃ。スマホだよ、見たことくらいあんだろう。どうやって使うんだよこれ。普通の携帯より難しいんじゃねえのか。習うより慣れろだ。とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。分かった。よし、じゃあいいな。夜になったら劇場前広場のここに来い。くれぐれも目立つ真似はすんなよ。あれ、足立さんどこだよ。ここで待ち合わせっつったのによ。とにかくあの事業は今すぐ売却するんだよ。え、もったいない。いつも言ってるだろう、ビジネスと女性はキャッチ&リリースだ。綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放す。だから価値が増すのさ。ん？オフィスに戻れだって？オーマイガー、何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい。僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。ふう、やれやれ。よ、忙しそうなそこのあんた。What？ この辺でガタイのいいおっさん見なかったか。ガタイのいいおっさん？ Sorry、 僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよ。おっと、そこへ。待ち合わせかな。相手に電話してみるといい。あ、そういや足立さんにスマホもらってたな。ちょっと待てよ、電話のかけ方どうやんだ。おや、慣れてないようだね。貸してみな、僕がレクチャーしてあげよう。お、いいのか。なーに、お安いのよさ。おお、こら、見つけたで。もう逃げさんぞこら。近江連合、くそ、こんな時に。え、あれ、日光方、どない落とし前つける気。Who are you？ どちらさん？だ、踊れ、わしらに不良物件売りつけてやる。ああ、さてはこの間のヤクザ屋さん、我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ。どない落とし前つける気や。おかしいな、僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどね。アホ寝かせ、毎日大赤や。おなごはどんどん辞めるし客も入らん、デッキ代も払えんわ。ハハハ、そこは君たちがもっと営業努力をしないと。なんやと、もともと不良物件やったんちゃうんかい。売却で買い取れや。わお、ナイスジョーク。もっとれ、近江連合なめとるか。待てよ。なや、この人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。用があんなら列に並びね。なんやった。あ、ちょ待ってください。こいつ赤
スーツのもじゃもじゃ頭や。あ？ほら、兄貴たちが言うてましたや。登場界の残党がおったって。それが赤スーツのもじゃもじゃ頭。この野郎、もじゃ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 言いやがって。君もなかなかトラブルメーカーみたいだね。あんた、ニック大型だったか？危ねえから、ちょっと下がってな。ここは任せちゃっていいのかい？ああ、そん代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれ。オーケー。ごちゃごちゃ抜かしよって、いてまうとこら。ほら、上がってこいよ。ほんと、ああ、痛そう。で、本当のとこ、こいつらに言ったのは不良物件だったのか？まさか。月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては優良物件さ。そいつをなんでこんな連中に売ったんだ？あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね、何度も断ったのに。そない楽に稼いどったら月10万くらいええやっけ。だから僕は言ってやったんだよ。そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。そんでこいつらに店を売ったってのか？イエス。さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて、毎月何億って金を転がしてる。しかしそれができるのは、月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさ。なるほど。だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。そういうこと。案の定彼らはその重みを思い知らされたようだね。ビジネスってのは女性と一緒さ。追いかける一方じゃ相手は逃げていく。要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい、まだあの店を続けるかい？もうゴリゴリや。あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。クソが、それでもほんのじゃ。ところで君、名前は？春日だ。春日一番。一番？へえ、ナンバーワンってことかな。は、僕はニック尾形だ。今回は助けられたね。感謝する。おお。で、それはそうとさ。スマホの使い方だろ。もちろん忘れちゃいないよ。じゃ、早速教えよう。一番のスマホを出してごらん。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキュー、ニック。どういたしまして。よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてもらってもいいかい？これからはメル友だ。なあ、まあいいんだけどよ。俺はちょっと訳ありだぜ。今日無所を出てきたばかりだ。ハハ、ノープロブレム。そんなの僕は気にしない。一応言っとくと、罪状は殺した。おっと、そうなのかい？それはまた。ずいぶんとバカ正直な男だね君は。ますます気に入ったよ。そうか。大丈夫、安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんだね。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。ちなみに言っとくが、俺の周りにはあんたほどうさんくさいやつはいないな。これはご挨拶だね。一番に一本取られたよ。お、じゃまたな一番。無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。悪いが意地でもメールさせてもらうよ。
貸すな。なんだよ今のあいつは。俺の初めてのメルトモだよ、足立さん。あ？そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせっつったのはあんただろう。いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。で、久々に特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね。たく。お前の方はどうなんだ。これから近江の会合に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろうな。マジか。ところから行けるのかよ。あのビルに繋がってるはずだ。ただ変な奴らも住み着いてるから気をつけろよ。やれると思ってんのか。行くぞ俺ら。よいしょ。うっ、よし。そんなとこから出てきやがって。おい侵入者だ、捕まえろ。勝てると思ってんのか。会長だ。こちらは警視庁神楽座、目標ロッドリー、そこで止まりなさい。話を聞いてくれ。俺は神奈川県警のもんだ。ここは俺が食い止めておく。お前先に行け。足立さん早く行け。俺も必ず追いかける。